先週の合コンがきっかけで俺は貴子という女性と付き合うことになった。だけどまだこの時は知らなかった。貴子がこんなにも記念日にうるさい女だったなんて。無理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 、本当もう信じられない。おい貴子、悪かった、落ち着けって。果たしてあなたが大切な記念日をこんなにもないがしろにする人だとは思わなかった。大切な記念日って言われても嘘でしょ。今日は立春だよ。まだ寒いけど暦上では今日から春とされているの。季節の変わり目には邪気が生じやすいから、その邪気を豆で追い払う節分が大切な記念日じゃないとでも言うの？いや大切だとは思うよ。嘘よ。だったらあんなにも鬼は外福は内の声が小さいはずないもの。それはもう大人だし恥ずかしくて。恥ずかしい伝統的掛け声よ。あなたにとって記念日ってのはその程度のものだったんだ。おお分かったよ。大きな声で言えばいいんだろ。もう言えるものなら言ってみなさいよ。おお分かったよ、今言ってやるよ。あなたはいつだってそう、異性ばかり。鬼は外福は内。やればできんじゃん。これで機嫌直してくれた？まだ無理。他にも何かあるのかよ。だってあなた恵方巻き食べてる最中も恵方以外の方角見てた。見てないよ。見てた。見てない。見てた。貴子の顔が見たかったんだよ。え、毎年恵方が変わろうとも俺にとっての恵方は貴子がいる方角だから、来年も俺は貴子の方を見ながら太巻きを食べる。節分ってそういうんじゃないから。無理か。どうもありがとうございました。